ソニックザーの配信見た。ちょっとだけ見た。さっきじゃないけど、何？サーニャちゃんちょっと見たぐらいかな。サーニャちゃんを、いや、サーニャちゃん、もう僕はね、クザの方を、こう、何？見慣れすぎちゃってるからさ、サーニャちゃんにちょっとこう、ちょっとこう、ね、違和感を覚えるじゃないけど、ちょっとこう、変な感じがして、長くは見れんかったの、僕は。僕ダメだった。あんまちゃんと見てないから、まあ、みんなが楽しそうだなっていうのは、なんとなくツイッターで見てたわ。ちょっとね、そわそわする。共感性周知とかではないかな、僕の場合は。なんか多分だけど、感覚的に、ちょっと例えだと違うんだけど、すっげえ仲いい弟とか家族が、もうなんか友達よりもすげえ仲いいぐらい、見慣れてる人が、急にあの、朝起きたら、性別変わっちゃってたみたいな。なんだろうな。恥ずかしいとかじゃない、なんか困るみたいな感じだった。全然否定的な気持ちは一切ない、僕は。サーニャちゃんに関して。戸惑い。